皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきます食玩は D メントさんより発売されておりますすみっこ暮らしすみっこランドセル3になります。個人的にリーメントさんの商品って雑貨の印象が強かったんですけども、今回のこのすみっこランドセル3、まあ、ラインナップ、まあ、シリーズもので今回3作目っていうことですけども、こちらは食玩なんですよね、まあ、ですのでスーパーのお菓子売り場とかにも、まあ置かれているというものになります。パッケージはこんな感じで、また今回も、全部種類、揃うこの大人買いのシールの貼ってるもので買ってきました。で、正面がこちら、ちょっと大人がシール貼ってあって、ラインナップこの状態だと見づらいんですけれども、まあ、1番から8番まで、それぞれ隅っこキャラクターたちが描かれたランドセルが入っているということですね。まあ、こちらのランドセル、ただこういった形だけじゃなくって、なんか中にちょっとした小物が入れられるようなので、ちょっとどんな風なのかなっていうのも楽しみですね。ボックス右、左側面がこんな感じ。で、右側がこんな感じ。で、背後がこちらですね。ここ、ホコリがいます。でも、今回はボックスで買ってきましたので、まずは、バラ売りをされているような、店頭に置いてある形に、まずボックスの方を加工してみたいと思います。ボックスを開封すると、こんな感じになります。まあ、今回もリーメントさんのこの食玩、全部パッケージが共通で、中に何が入っているのかわからないというふうな仕様になっています。で、先ほどの大人買いのシールがあれば全部揃うんですけども、こうやって、外箱が開封された状態だと、まあ、この状態で買っても、まあ、他のものと比べて、取って戻して取って戻してってされて揃わないかもしれないので、こちらにこの箱で全種類揃うとは限りませんというふうに注意書きが書かれております。まず個別のパッケージですけども、正面はこんな感じ、すみっこキャラクター並んでおります。ここにはまあ3種類のラインナップでですね、で、左側面に1番から8番までのラインナップで、内容物としてフィギュア、ボールチェーン1本、ガム1個ということで、このランドセルだけじゃなくって、ここですかね、上に書いてあるここに引っ掛けてマスコットになるよっていうことで、ボールチェーンも付いてるみたいです。中に小物を入れられるよ。どのぐらいのものがあるかちょっと楽しみなんですよね。で、対象年齢8歳以上、まあ、ちょっと高めかもしれないですね。3歳とか5歳ではないので、むしろこんな感じ、名称チューインガム、玩具付き菓子と書かれております。で、個人的なことなんですけども、まあ、隅っこ暮らし好きでいろいろ集めてはいるんですが、まあ不勉強なのか、このぬいぐるみかっこみんなっていうのがいまいちピンとこなかったんですね。公式サイトのキャラクターのプロフィールのところにはなかったので、ちょっとご存知の方いたらコメント欄とかでぜひ教えていただきたいんですけれども、まあ何はともあれ、まず1個開けてみて、こんな風に入ってますよっていうのを見せした後で、まあ形とか多分全部一緒なので、1個ずつじゃなくても8個全部一気に並べて、中身の方はご紹介しようと思います。で、多分、左の列の一番手前を取ったので、この一番の白クマが出てくるんじゃないかなと思いますけども、ここから開けてみます。じゃん。お、まずはよいしょ、ガム、緑色、何味ですかね、青りんご味かメロン味かってとこですかね。まあ後で食べてみますけども。で、紙類がこのラインナップの紹介された紙、裏は特にないですね。こういったチラシが入ってます。で、これが本体のランドセル、ボールチェーンと、これが白クマと、風呂敷ですね。結構これ厚みがあるので、このパッケージのこの写真だと、こちらですね、クリップぐらいしか入らんかと思ったんですけども、意外とこれ入りそうですね。で、やはり1番の白クマでしたね。で、他のも一気に上げて、並べてご紹介したいと思います。全部箱から出して8個並べるとこんな感じです。で、すいません。本当はこういったものを、ただこれですけども、こう立てて並べたかったんですけども、ここにこの、ランドセルのベルトの関係で、こうやっておくと、まあ倒れてしまうんでちょっと見苦しいですけども、今横に並べて置いてあります。
じゃあ早速1番目、白熊の方からご紹介していきます。こちら、白熊と、風呂敷ですね。全体的にまあ、これ画面だと結構赤が強く見えるかもしれないんですけれども、実際はもうちょっと、薄い優しい感じの赤色になってます。で材質は、こんなふにゃふにゃして柔らかいもの。全体がそうです。特にこのボールチェーン以外は、金属的な部分は一切使われておりません。この金具のとこも全部この柔らかい素材になってます。正面はこんな感じで、ここの金具の部分。色塗りだけですけども細かく再現されてます。ほんとランドセルっぽいですよね。で、その背中の当たる部分、こういう風にラインも入ってます。ベルトも細かくデザインされてます。で、開けるところですが、ここの金具状のところ、まあ、この柔らかいパーツなんですけども、ここをピッと取ると開きます。まあ、ここの縫い目もすごい細かく再現されてるんですよね。で、中がこんな感じ。まあ、パッケージの写真から受ける印象よりは、なんかたくさん入りそうなんですよね。まあ、大人の指ですけども、一番奥まで突っ込んで、第一関節ちょいぐらいまで、実際こうギリギリまで深さがあります。ベルトとかも再現されてますね。これも全体的に赤のランドセルで、中も赤になってます。で、これなんですけども、この薄いところはまあ確かにクリップぐらいしか入らないんですけども、ここの真ん中の部分、まあまあ容量があるので、まあ、例えば実際にお子さんとかがランドセル、本物のランドセルですね。本物のランドセルにこれをつけていくときに入れるんであれば、まあ、絆創膏とか二つ折りにすれば入るかなって感じですね。まあ学校で転んだり、なんか工作してて、ちょっと指切っちゃったっていう時に、この中に絆創膏を入れてあって、さっと取り出せるといいかもしれないです。で、蓋もここのところで、ピタッと閉まります。で、続きましてこちらが2番の猫になります。隅っこブラシ書いてあって。で、これ表面全部これ塗装なんですよね。シールじゃないので、剥がれたりしなくていいですね。なんか猫缶かなと魚。猫の買い物袋に入れて、買い物の帰りですかね。で、こちらは、ベースが、まあ、からし色っていうんですかね。ちょっと黄色よりも濃い感じの色。で、この表面のところが、レモンのようなパステルイエローになってます。この背中の当たる部分狙い一緒ですね。金具とかも綺麗に塗られております。こちらも中側はこんな感じ。ちゃんとここ、表と裏の部分の分けるために色がちゃんと塗り分けられています。まあ、中のデザインは一緒ですね。あ、で、ちょっとこうやってご紹介するときに邪魔になるんで、この1個目のこの白クマのときだけボールチェーンつけましたが、まあボールチェーンつけないとこういうふうに穴の開いた、これも柔らかいパーツですけどもあります。ここにボールチェーンを通すと。まあボールチェーン以外のもの、例えばリングとかお持ちの方はそれをつけてもいいんじゃないですかね。で、3番目がペンギン。うん。キュウリ食べてて、ほっぺにキュウリのカスついてます。これパッと見緑かなと思ったんですけども、ベースが、これ多分白クマと比べてみるとちょっと画面では分かりにくいんですが、これオレンジ色ですね、ベースが。で、この上の蓋というか、このカバーの部分が緑色の塗装。まあ、こっちは同じですね。内側もこんな感じ。表と裏の部分でこの縫い目のところで色がちゃんと分けられています。で、これが4番目のトカゲになります。恐竜のぬいぐるみ抱いてますね。で、ここの隅っこ暮らしっていう文字なんですけども、ラインナップ、1番から3番は、まあ、あと、まあ、後でご紹介する、7番もそうなんですけども、この字体がちょっと違うんですよね。隅っこ暮らしっていうこの文字のデザインが。ちょっと違ってます。これベースが薄い水色で、まあ、ここがちょっと濃いめの
青ではないですね。水色です。ここは同じですね。で、内側もこんな感じ。これなんか爽やかな色でいいですよね。で、5番目のこちらが、とんかつとエビフライの尻尾。これが最後8番のぬいぐるみのところにも出てきますけども、すみっこ暮らしたちのぬいぐるみ、まあ普段使ってるんだってことですかね。なんか揚げ物っぽいぬいぐるみになってます。名前わかんないです。あるんですかね、名前。そもそもこれベースが、これが薄い茶色で、このカバーのところが黄色、文字はこういったすみっこ暮らし、筆記体ってやつですね。手書きのシュシュシュって書いてるような英語になってます。内側はこんな感じ。で、これが、6番目の白熊とペンギン本物です。ペンギンかっこ本物って書いてましたけど、ペンギンって言いましたっけ？単純に本物のペンギンであるってことですかね、白熊と。で、これはちょっとこれだけが、他のものと違って、このすみっこ暮らしのこの字の形っていうのは、この、白熊&ペンギンかっこ本物だけのものです。他にこれと同じような字体のものはありませんでした。で、ベースがピンク。で、カバーのところが薄い水色。裏はこんな感じ。で、内側もこのようになっております。これもこの淡いパステル的な色で統一されているので、これもなかなか個人的にはいいなと思いましたね。そしてこれが7番目の、名前としてはミニッコたちってことですけども、要はタピオカ、エビフライの尻尾、雑草、おにぎり。おにぎりってキャラクターではいたかどうかはちょっとうろ覚えなんですけども、まあそういったちっちゃい、すみっこ暮らしたちが集まったミニッコたちということになります。これ、すみっこ暮らしいっぱいよってお得な感じですね、デザインとしては。で、これは、クリーム色に薄い水色のカバー。で、ドット柄になってますね。で、内側はこんな感じ。これも淡い色目で、結構これも私個人的には好きです。そして最後8番目のぬいぐるみ、かっこみんな。まあ猫とか白クマですかね、この真ん中の。と、ペンギン風のぬいぐるみ。まあ隅っこ暮らしたちが持ってるぬいぐるみってことなんですかね。キャラクターはよくわかんないですけど、これはこれで可愛いですよね。で、ベースがちょっと濃いめの水色に、カバーのところは白で、いろんな色の、ハートマークの柄になってます。ここはこんな感じで、内側はこんな感じ。まあ、お子さんがランドセルにつけるときには中に絆創膏っても言いましたけども、まあ、大人の方が例えば自分のカバンとかに入れるんであれば、まあ、容量から言って、サプリメントが入るかなって感じですかね。日常使いするんであれば。粉薬とかの袋はちょっと畳んでも難しいかもしれないですし、まあ、逆に大人の方でも、なんかの時のためにこの中絆創膏を入れておいてもいいですよね。あとは備え付けのボールチェーンで、まあ、カバンとかにつけるんじゃなくって、なんだったらキーホルダーにしてもいいぐらいの、適当な感じの、こう、まあ、小ささというか、まあ、ここをベルトに通すってのはあれかもしれないですけども、まあ、使い方はいろいろ考えて選べそうですね。ラインナップ全8種はこんな感じです。というわけで今回はリーメントさんから発売されておりますすみっこ暮らしすみっこランドセル3ご紹介させていただきました。まあ、パッケージの写真から想像してた以上にランドセルの中の容量があって、まあ、動画の中でもお話ししたみたいに学校とか、まあ、会社に行かれてる方もそうですけども、何かあった時にさっと取り出せるような感じで絆創膏とか入れておくのが個人的におすすめかななんて思いました。あとは1個380円。まあ、そんなに高いものではないんですけれども、まあ、すみっこ暮らし好きな方は箱買いでもいいんじゃないかなって思います。まあ、そうじゃなくても、まあ、1個か2個買っておいて、絆創膏を入れたり、あとは3個ぐらい買って、
朝昼晩それぞれのサプリメントを入れて置いておくなんていう使い方もいいんじゃないですかね。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。